平成26年台風第16号は2014年9月18日に発生した台風。進路図9月13日にグアムの東南で形成が始まった熱帯格乱は精神し、16日に気象庁によって熱帯低気圧に成長したと報告された。17日には合同台風警報センターによって熱帯低気圧番号 16W を与えられ、 同日フィリピンの監視領域に達したことから、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名マリオと命名。9月18日3時に、フィリピンの東の北緯12度20分、統計129度10分で台風となり、アジア名フォンウォンと命名された。台風は、ルソン島北部を通過した後、進路を北寄りに変えて、台湾へ接近。21日午前に、 台湾本島の東岸を北上し、同日22時頃に、本島の北の海へ抜けた。東、シナ海を北上した台風は22日の20時35分頃に、石膏省のネイハシ山に上陸。その後も北上を続けて23日10時45分頃に、上海市方圏区から再上陸した後、新道北東方向に変えて24日9時に、 東、シナ海の北緯33度、統計125度で温帯低気圧になった。ルソン島を襲った強風と大雨により19日から20日にかけてマニラ首都圏を含む1828の地域で水害が発生。台風の影響は190万人余りに及び、色越地方など19カ所で土砂崩れ。 家屋の全壊2124棟や一部損傷8501棟などの被害が出ており、台風が接近した20日の時点では約20万人が避難所に退避した。28日までに死者18名、負傷者16名、行方不明者4名、被害額は約34億ペソ。本当南部から東部に大雨が降り、 19日午前0時から21日午後5時の累積雨量は、平東県西大竹山で914ミリ、台東県近方は671ミリ、枯れ県大雨による視界不良が原因とみられる、交通事故で3名が死亡。台風の接近に伴って、石膏省ネ波市などで豪雨となって22日22時には、黄色警報が発令され、 同日正午の時点で25万人余りが避難。中国政府の発表によれば台風は45万人余りに影響した。なお、上海に台風が上陸したのは平成元年台風第12号以来25年ぶり。25日にかけて台風から変わった温帯低気圧と付随する前線による大雨が全国で降り、名古屋市では25日未明に、 地下鉄東山線の名古屋駅が冠水して一部で運行休止となった。同じく名古屋市内で増水した河川に流され一人死亡した。ありがとうございます。